15だよ。若すぎる。大丈夫ですか、後で。任せてください。お前一番先輩だぞ。どこプレッシャー。ちゃんと15歳の女の子もいじってるよ。いっぱいいじってるわ。めっちゃ先輩ずらしてた今。うわ、最悪の20歳ですよ。あの YouTube 出演して、なんか女の子みたいなゲットできた。ありました。あったんや。東京のキャバ嬢が名古屋の新幹線で来ました。1日5回ぐらいやりました。めっちゃいい音楽になりました。おはようございます。おはようございます。今からありがとう。なんかいい人ぶってるんですか。ありがとうもちょっとおかしかったけど、なんかおかしいからそもそも簡単だよ。こう一緒に来るのがね。今日は現場の工程で、あ、ダメだな、すごいな。で、どうなるんだろう。今日今から、はい、ダイビングします。絶対してくださいよ。どっから入れるんだろう。場所がわからないね。これ見たらわかると思うんですけど、うん、鹿児島です。めっちゃ嘘言うやん。鹿児島です。なんと本日は東京湾の浜口さんコラボで、はい。で、長崎から一応撮りますよ、コラボ。絶対これうちら通る道近くない？おーいって呼んでみて。おーいとか言って。全然違う人だった時恥ずかしい。あ、おじゃー。こんにちは。もう早いじゃん。お願いします。お、よう、よう。ね。めっちゃ情報、あ、多いじゃん。めっちゃ嘘やろ。なんでこんなやつ言うんだろう。多いじゃん。めっちゃ言ってる。人見知り発動シーン。もうしてる。ミオさん。はい。あ、では初っすね。昔から知ってます。あ、ですか。やります。やります。あ、どうも。いやいや、実は。一の。十三歳。ツイキとかじゃなかった。顔が面白いね。15だよ。若すぎる。すごいね。でも年齢化粧しとるの。化粧しとるの。すごい。いやいや、あ、全然。岡部。あ、はい。岡部さん。どうしたの？今日直射。今日調布したんだ。いや、これなんか初出しだよね。岡部が全然喋らんやん。いや、人見知り発動してるもん。いや、ここどうやって入ってくるの。いや、だってここ来た瞬間行ってきたの、人見知り発動しちゃってるみたいな感じのこと言ってきてたから。それを毎日 YouTube の先輩と一緒に見せてあげよう。俺、先輩ずらするって言ってたじゃないですか。先輩ずらしていけよ。では乾杯の温度。おお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 おペイントは楽しそう。みんな楽しそう。社長がいいんだろ。そういうなんかキャラがさ、社長も若そうだから。社長よかった。はい、もちろん。はい、ここここにあります。なんかさ、ホーム TikTok やと。ふぅ、やってます。 TikTok なんて検索したわけです。アビリティペイントとか。おいしも TikTok。 あれ YouTube じゃない。いや、僕 YouTube やってます。あ、僕です。あ、そうか、3番を持ってるから。我が社のご主人やってよ。はい、我が若者同士ね。これ聞いたらもう、本当にもう YouTube 撮りますから。金儲けの話してるわ。仕事の話ね。大きな仕事が来ましたよ、岡部さん。お前、任せるぞ。肉だけ持っていいんじゃない。おかずだけ。はい、これサムネにして。絶対視聴回数少ないもん。ちゃんと盛り上げれる。大丈夫ですか、岡部。任せてください。お前一番先輩だぞ。どこプレッシャー。急なプレッシャー。
大丈夫、ちゃんと15歳の女の子もいじってるよ。いっぱいいじってるわ。めっちゃ先輩ずらしてたよ。はい、俺下ネタでしかいじれない。15歳。で、フェイントワンのちょっと15歳の15歳、はい、15歳。やばないか。フェイントワンの内容を見て入ろうと。リアちゃんの想像を見て入ろうと。なんでリアちゃんがね、可愛いな。リアちゃんがもうそうやってるからこれつけて、おう、任しとけって言ってくれるやつ。恥ずかしい。お、決まったっすね。おう、任した。本当にそういうキャラなんですか。冗談抜きで。動画外でもそういうキャラですか。割と素が出ると冗談抜きで、あの、王任しとけファンなんだ。だから声かけたんすか。現場でだから声かけたんすか。そう、王任しとけ、飯もらったのやつか。めっちゃ嫌な言い方するじゃないですか、この人。こんなことしてる。わさび。これもわさび食べれないです。これ松坂牛の英語。嘘しかつかないからダメです。松坂牛の英語。中西さん、これ本当に松坂牛の英語ですか。多分これ、あ、黒毛和牛だよ。黒毛和牛の、黒毛和牛の牛タン。牛タンではね、絶対。見てるんですか、ペイントワンさんの。見てるよ。登録してるよ。でも最近 YouTube 始めたんですよね、このペイントワンさんも。YouTube はまだ知らなかった。YouTube は始めてどれぐらいか。で、何人4000人です。4万8000。すごっ。私今日見ました、4010人です。なんで、しんどっすか。4000人。やっぱ楽しいっすか。働いとって。まあまあまあ。でもみんな仲いいから楽しそうじゃん。そうっすか。わりかし年も近いしね。仕事のモチベーションは、いや、仲間ではないから。仲間やな。綺麗にしたよ、喜んでもらいたいな。でも競い合うでしょ、やっぱり。ない。まあ、僕は人やっとるんですよ。勝手に。はい。一人で。てめえバカ野郎。社交性だったりとか。そういうのちゃんとできてるし。すごい。すごい。全然そんなことない。これもうちのやつだ。どれ？ごめん、うちの持参でさ。あ、そうっすか。持ってってください。なんであそこに置いたの。社長が間違えて持ってきたから。向こうで、ね、あ、多分社長がさっきこっちダメって言ったから。20歳の時は謝れた。いや、謝れます。謝れんだろう。多分俺だけっす、謝れないの。20歳になっても、20歳になって謝れないの俺だけっす。すいません、俺がここに置いたんだろう。わ、最悪の20歳ですよ。本当にクズレベルっすよ。20歳今じゃないから。で、だってこっちに日があるのに、時代があるっすからね。今だって、あ、すいません、はい、ってなるじゃん。で、それ26だからっすか。それとも20でも今だったらなるっすか。20だったらなる。どっか行けよ。最悪っすよね。だから、すごい立派なの。素晴らしい。感動したのよ。なんか僕らが、このね、僕らの社長がそういう人間やもんね。僕らは育っとる。めっちゃするじゃないですか。めっちゃするじゃないですか。俺見てないけど、吸っちゃく見られたら吸ってるわ。俺社長再生するぞ、多分。あ、僕にすみません。そうそうそう。よし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 。わー、めっちゃ二十歳。お茶ですか。お茶で。ねえねえ、だからさっきから大半こぼしてるんですよね。あ、もう、もういつだ。あのさ、ニュースになっとったよ、ほうきでタコ殴り。あ、はい。あれ、ぶっちゃけあるか。ある。全然どこでも。全然どこでもある。タコ殴りとかある。でもいつもやられてますよ、ゴックさんとかに。やられてますよ、ゴックさんとかに。逆に。あんなに。いつもこれ言い合ってるんですよ。あの実習生のこと。で、やられてるし。あれ、言っとけ、動画用だから。あの、これ使わんでほしいけど。最低ですよ。これ15歳の子に絡んであげてください。15歳に絡んでって。15歳に絡んでって。じゃあ、なんかあの子に似てない？あの、言われたことない。有村架純の姉ちゃん。ああ、さっきコメント言われてました。だよね。有村架純の姉ちゃんいるんだ。
有村架純が売れたから姉ちゃんは体張るしかないっていう理由で、あの ビキニとかグラビアとかで頑張っとる姉ちゃんが見てる、あの可愛い可愛い15犯罪俺今。そうっすね。今犯罪。リバリバリバ今犯罪。セクハラらしい。セクハラ？だいぶギリギリ長い。セクハラなの？どうすか会議。いやいや飲もうぜ。飲みたくて飲みたくて。あちょっともうちょっとおじさんですよそれは。それはおじさん。今の二十歳はついていけない多分それ。西野かな知らないかもしれないですよワンちゃん。知らん。コールは知らん。コールじゃないんだ。勝手に言ってるだけ。入れたみたいな。西野よ、じゃあ、あのさ、ハラスじゃないし、飲みたくて、そこの覚悟、でもそれをさ、こう来たってことはさ、自分で決めてるわけですよ。それはすごいと思うよ、15歳。それはすごいっす、ね、15歳。何熱く語ってるんですか？熱くねえよ、冷めとる。よかったですよ、中西さん笑ってもらえて。いやすごい、多分間違いない。でも見てみえ、もう携帯尻出しとるだってもう、だって聞いてなかったですよね、最初私たちこっちの話。はい、書いてもらって、うん、そこで盛り上がってきちゃう。職人は、男も女も、もう現場の職が入ったら関係ないんだよ、平等変わらず。だそのあれは考慮するよ、さすがに材料男と同じ数持てはそれは考慮する。それはさ、足場で言ったらさ、シート紐なんだ。シート縛るじゃん。それはね、あの仕事できるできない関係ない、関係ない、やる気の問題。いや慣れっすよ、結構慣れか。僕めっちゃそんなことある慣れか。やる気の問題だろ。僕はやシートはやる気っていうか、結局あの結ぶのもやっていかないと誰やんのっすよ。そうなの、野崎ワールド。嘘、ちょっと今意見対立してる。俺はいや僕のワールドで巻き込む。戦いじゃないですか。今日はいいやもう2人ワールドになってるって。まあ何ってカメラ回ってるから格好つけたいみたいな。野崎だしね。マジシャン見た。あった。あれやばい。さっきおじいちゃんに、通り道の通ってるおじいちゃんに大丈夫この子って言われてますからね。これすごいやつやね。なんかでも YouTube ってどこをターゲットにするか。わかりました。やっぱそのどこターゲットにするか。僕は若い女の子。僕はもうわーってない。僕はちなみに結構あの YouTube 出演して女の子みたいなゲットできた。 ありました。あったんや。東京のキャバ嬢が名古屋まで新幹線で来ました。マジっすか。めちゃくちゃ興奮してますよ。マジっすか。1日5回ぐらいやりました。全然使います。カットしなくていいよ。本当のことなの。で、新幹線代も別に出してないし、そう、パーってきて、で、めっちゃ面白いネタがあるんですけど、そのキャバ嬢いるんですよ、来た。あの、後々見たら AV だったんですよ。それから、素人 AV 女優でした。あ、でもよかった。 AV の品種あるんですよ。めちゃくちゃ上手かったけど、確かにこいつ一般人かって思うぐらいだったけど。翔くんの奥さん。そうっす。翔くん知ってるよ。え、翔くんって知っとる。あの、爆速ソロとか。それはどうなの。あ、それちょっと私からコメント。一応ね、旦那さんなんで。それはどうなの。あ、そう。いや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 トイプードル言っとるやん。じゃあでもあれがトイプードル言ってんのかお姉さん言ってんのか分からんけど、まあ50-50じゃないですか。俺はお姉さん行きたいな。ポールダンス、ポールダンス。いや、ないですよ。いや、酔っ払ってないよ。知ってますよ。散々言わさない。ほら、絡んでください。何絡んでください。ほら、目の前に来てくれたっすよ。何について喋ろうか。悩みますね。悩みますね。めちゃくちゃ方言じゃん。ほんまですか。ほんまですかって。本当ですか。誰ほんまですかって。
ぐっさんに会えたのテンション上がってました。ぐっさん社長、社長が好きやったの。いやもう惜しいです。え、神様みたいな。そんな、ありがとうありがとう、ほんとなんか恥ずかしいな。坊主でやめろ。恥ずかしいな。じゃこれから二階堂城見ないかい。見てないの。ああ見てない気がしちゃう。知らないんじゃないですか、まずそもそも。たぶん冷静に考えて俺誰って感じ。たぶんそうでしょ。覚えておいて。はい、覚えます。自己紹介したんじゃん。あのミオです。なんで私のプライベートそらすんですか。海帰れ、あの先っぽ行け。一人じゃ無理です。それも泳ぎてえな。どうやって帰るんですか。いい泳いで、いいっすよ。いい。あ、いや、もうやばいやばい、もう映せなくなった。モザイクしなきゃいけない。あ、どうなんですか、実際1時間トップ YouTuber なんですけど。まあ、光るとかする。そうそうそう。でも、本当に1時間だったら、まあ、僕は分かんないですけど、カメラマン能力がすごい、うん、結構。これがすごいからね。そう、なんかちゃんといいこと喋ってるから、なんか笑い声って。でも本当に僕 YouTube 界ではこいつ本当にトップ3に入るからの。3? どこも知るよ。ちょっと待って、スーパーすごい光るところじゃないですか。でもカメラマンってそこまでじゃないですか、今は。でも本当にカメラマンって、本当に YouTube のカメラマンは多分社長がやってるから回ったんですよ。それぐらい俺カメラマンって難しい。カメラマンマジで大事ですよ。違うんですよ、マジで大事ですよ。まあ70ぐらいですよ。まあ、60ぐらい。20。戦闘能力で言ったらどこ20です。20どこ行っちゃったって感じですよね。620で20どこ行っちゃった。いやで今日もう一日潰したの。今日はなんか生きてる人が後ろからなんかアピールしてきました。どうかもしれないけど、ジコさんにね、ワンちゃん、ヒビちゃん、はい、いいっすよ。これ締めで。まあまあ締めじゃないですよ。まあ、ヒビちゃんの交差感、交差感、交差感。あれ失礼します。あ、ちょっとでもなんかこの中でいる男性の中で一番あのタイプは誰って聞いたら社長でした。ペイントマンさんの社長一番タイプ。おっさんがすごい。ぶち2番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 まあ、10個違うからね。なし。社長終わりでしょ。20個ちゃいますか。社長は同時世代だった。あ、なります。岡部は同時世代だったちょっとごめんね。いや、ね、それどこが。え、なんかもうキラキラしてるじゃないですか。岡部まだその輝きが見えない。ちょっと食べ過ぎだよ。かわいそう、かわいそう。いや、一応一緒なんです。かっこいいですけどね。岡部はい、かっこいい。かっこいいです。絶対なんか絶対さみたいな顔するみたいな。15歳、計算まあ年上じゃん。23歳。めっちゃ嫌な顔する。嫌な顔する。私的にはそこまで意識はなかったみたい。編集だから、編集で任せてるから大丈夫、大丈夫。え、全然腹割っても本当に SNS、YouTuber、あのうちの編集は誰も気づけないの編集するからね。一応私の方は使われへんかもしれない。腹割って喋った方がいい、うん、まあここはギリいいかなみたいな。今の褒め言葉は面白くないから全カットになるけど。いやなんか本当にどこ入っても誰も気づかないの編集してるから。どこに行くの。ガチの方が面白い。結構やばい。厳しいやつか。今のは結構20見たらびっくりしますよ。あれがこれなんだって思いますよ。わかりてるね。皆さん、いや本当にSNS、 今ね、なんていうのかな、 SNS に人が集まってるわけでも SNS だからどうとかこうとかじゃないけど、なんかまあ考え方とか学び方とかなんか
ていうのは難しいですけど、でもなんかこのここに集まってるやっぱペイントワンさんの若い衆って言葉には表せないけどさ、やっぱなんか社長が好きとかって、でもそこがじゃあ努力してるじゃん SNS になんか、まあ、多分苦しいと思うんじゃない。年次にこの間も電話しゃべったけど、寝る以外編集してますよ、もう喋ってた夜8時9時ですよね電話しゃべった。そうですね、だからなんかそれってまあね、社員がおって社長がおるから会社ってあるかなって僕は思ってます。せーすーごいですよ。また見てねー。めちゃくちゃみんなわけ分かってないからもう編集を見てごらん、完璧に収まってなんだかんだね、なんだかんだな。Yeah.